まあ、過去2戦とも前半控えて後半勝負という形ですのでね、はい、さあ体勢が整いました。アグネスタキオン年明け初戦スタートが切られました。早速真ん中からデルマポラリス黄色い帽子がスーッと上がっていきます。最内を通りまして河内宏とアグネスタキオンが行く、並ぶような形で西のフェニックス、袖から武豊、ボーンキング、アグネスタキオンを置いて、ここは前の方からレースを進めていきました。その後ろにはデビュー戦を勝ったばかりのミスキャストが続いています。あとは7番のマンハッタンカフェ、後ろからは第1ダンヒル、ハリケンルドルフと続いて今1コーナーのカーブへと入っていきました。さあ白い帽子ゼッケン1番の河内アグネスタキオンはこの辺りでボーンキングを後ろからぴったりとマークという格好になっています。先頭からです。先頭にはメジドファーマーの子供デルマポラリスが行きました。その後ろですが4馬身から5馬身差、3番のボーンキングと武豊、そしてその後方に3馬身差アグレスタキオンが続いています。黒い帽子2番の西野フェニックス、4番ミスキャスト、さあそしてその後方でありますがかなりばらけた8頭ですが、7番のマンハッタンカフェ、内の方からハリケーンルドルフ、8番の第1ダンヒルが続きました。この早い展開の中、依然として白い帽子アグレスタキオン短期3番手を進んでいます。レースを引っ張るのはデルマポラリス、そして3番のボーンキング、アグネスタキオンの前でレースを進めている。逃げているのはまだこのデルマポラリスですが、ようやくここで武豊ステッキを抜いたボーンキング、そしてアグネスタキオンじっくりと前を見ながらレースを進めて、今少しずつ差を縮めていきました。 3,4 コーナーの中間で、さあ早くも4コーナー手前で白い帽子が前に並んできた。アグネスタキオンとボーンキング外に持ち出して、アグネスタキオン、さあアグネスタキオンここで直線を迎えます。先頭に早く戻った、先頭に早くもアグネスタキオンに立ちました。2番手ボーンキング、2番手ボーン